あ、気になるか。どうにも硝煙の匂いが取れなくってよ。さて、どうしたもんか。まさか俺がアポロの誕生日パーティーに招かれる日が来るとはな。アポロから承諾を得たので、オイゲンさんもぜひか。オルキスはこう言っちゃくれてるが、いまだに信じられねえ気分だぜ。アルテミシアの宿題が少しでも先に進んでくれりゃ俺も嬉しいんだが。アポロとちゃんと親子で話して仲直りすること、これが宿題。この宿題を終わらせないで私のところに来たりしたら、踏んじばってでも送り返しちゃうから。誕生日会はまたとない好機なんだろうけどな。まずはアポロと話すきっかけを作りてえところなんだよな。こいつはあの時の絵本か。変わらず綺麗な海の絵だ。誕生日おめでとう、アポロ。今夜はアポロの大好きなシャーモン料理尽くしよ。デザートにケーキもあるからね。やったー。ねえ、シャーモンたくさんおかわりしていい？おいおい、アポロ、おかわりもいいがケーキのことも忘れんなよ。大丈夫だもん、甘いのは別腹。言うじゃねえか。どこで覚えたんだそんな言葉。うん、秘密。アポロも私たちの知らないところで成長してるってことね。うわ、ごちそうさま。大したもんだぜ。本当に別腹に収めやがった。ちょっとアポロ、お腹大丈夫？平気だもん。あの腰やだもん。お母さん悲しいし。だからって無理して。そういう優しいとこはお前に似たんだろうな。さて、そんないい子のアポロにプレゼントだ。あれ、
開けてみろ。本当？やったー！わあ、海の絵本。絵が綺麗で欲しかったの。どうしてわかったの？アポロのことは何でもお見通しだからな。お父さんってばプレゼントどうしようってずっと悩んでたのよ。おいおい、アルテミシア、それ言わねえ約束だん。ねえお父さん、早く読んで。俺がか？あんまうまく読めるか自信ねえが。いいの、早く。ああ、わかったわかった。なになに？アウギュステの海には大きな大きな神様がいます。それは人も魚も大切に思う全てのお母さんのような神様で、良い子を選んでは海につながるものとして新たな命を与えるのです。良い子って？そりゃ決まったらアポロみてえな子だよ。私ね、お父さんもお母さんも大好き。この絵本を渡したのは6歳の誕生日だったな。大層気に入ってくれて、セリフも全部覚えちまうぐらい何度も読んでたっけか。誕生会ってことは気の利いた贈り物でも用意できりゃ話すきっかけくらいにはなるか。とはいえ何を贈ったもんかな。嫌がられちゃ元も子もねえ。昔から一人じゃ決めらんなかったな、こういうのは。ここら辺が騒がしいな。相変わらずだな。昔ははぐれねえようにアポロと手つないで歩いたもんだ。お父さん、手つないでもいい？今でも目に浮かぶぜ。まさかここで貴様に出くわすとはな。アポロ、どうしてここに？用があった、それだけだ。話してみれば何か変わるかも。うん、時間が経ったからこそお互いに向き合って分かり合えることもきっと。アポロ、もう一度信じてみない？ああ。ああ、その、なんだ、昼食か。あ、ああ、この辺店も多いだろう。ああ、それでな。
店は決めたのか。いや、まだだが。ならばついてこい。ちょうど私も食事を取るところだ。へっ、混み合う時間だ。一人客はテーブルに案内されない。カウンター席は慌ただしくてすか。今から店を探すのも手間だろう。来る気があるなら来い。ああ、願ったりってとこだが、いいのかよ。二度は言わん。こっちにはいつ来たんだ。俺はてっきりエルステ王国にいるとばっかり思ってたぜ。到着は昨日だ。エルステに閉じこもっているわけにもいかなくてな。今エルステとアウギュステ間で新たな経済協定を結ぼうとしている。その会合に私が出ることになった。ほう、エルステの大使みてえなことをしてんのか。大げさに言えばな。そちらは団長たちはどうした。ちょいと物入りでよ、あちこち店を回ったんだがなかなかいいのが見つからねえ。そうか。たく、迷い始めると長くてな。昼飯の注文も決まりゃしねえ。アポロは何頼むかもう決めたのか。決まっている。ああ、じゃあ俺もアポロと同じのにするか。また迷うと長引きそうだしな。アポロの誕生会の招待状届いたぜ。そうか。なんか悪いな、俺まで誘ってもらっちまってよ。書簡一枚どうということはない。ごもっともだ。お、なかなかいけんじゃねえか。ああ、元エルステ帝国軍最高顧問。ん？あれほど恐れられた私のお誕生日パーティーとはな。別に恥ずかしがることはねえや。なんだ、その俺だってめでたいと思ってるぜ。そうか。なあ、そうとも。言い出しっぺはオルキスか。立案者はオルキスとオーキスだ。そう盛大にやるものでもないと私は言ったのだがな。そんだけ大事に思われてんのさ。なんつうか、いい友達だな。そうだな。この借りは倍にして返さねば。おいおい、なんだってそんな物騒な言い方すんだ。復讐でもするみてえじゃねえか。こうも
派手に持ち上げられてはな。ならもっと派手に持ち上げてやれ。無論だ。しかしどう攻めたものか決めあぐねている。だな、難しいもんだ祝い事ってな。私よりもそちらはよほど世俗に通じていそうだが。肝心なところで迷っちまうな。俺も一緒だ。昔っから一人じゃ決めらんなくてな。お父さんってばプレゼントどうしようってずっと悩んでたのよ。おいおい、アルテミシア、それ言わねえ約束だ。アポロ。いや、私は会合に向かう。ああ。何をこぼしてんだ俺よ。一人じゃ決めらんねえって。じゃあ誰と決めたかって話だ。その相談相手を俺が守れなかったってのに、つくづく嫌になるぜ。このタイミングでの接触か。警戒しておく必要があるな。でもそのあんまり友好的な関係には見えないけど。念には念をだ。懸念は全て排除しておく。わかった。父さんの言う通りにするよ。エレーナ、やっと君に会える。いつもいつも肝心なもんを見落としちまうんだな。もうろくするには早いだろうがよ。誕生会どころじゃねえかもな。おじさん、どうしたの？あ？さっきからずっとうなってるけど、何か嫌なことでもあった？ああ、いや、すまねえな。辛気くせえとこ見せちまってよ。大丈夫。俺はもう帰るから。座んなよ。全然大丈夫じゃないでしょ。まあ実を言うとな、確かにだ。
え？実は私、辛いって言ってもらえなくて苦しかったことがあって。ああ、しんどいもんだな。ね、だからおじさんがちゃんと辛いって言える人で安心しちゃった。あ、ごめんね、変なこと言って。少し話に付き合ってくれない？なあ、嬢ちゃん、悪いが今はそういう気分じゃねえ。ノーラよ、一応言っとくけど宝を追ってんじゃないからね。おいゲンダ、たかりじゃねえなら一安心か。私のためなのはそうだけど。うん、辛いって言ってもらえなかった時、取り返しのつかないことになっちゃったから。うん、おじさんがもし話して楽になるなら聞かせてほしくて。なるほどな。まあなんだ、そのかいつまんでいや、縁を切られちまった相手がいてよ、俺のせいでな。それが何年越しに声をかけてくれたんだが、まあ見ての通りだ。なんて一言二言で片付けるにはいろいろありすぎたがよ。そうだよね。また声かけてもらえるといいね。だといいんだが、あっちゃ怒らせてばかりだな。何があったか知らないけど、心の離れた相手ともう一度話すのって勇気が必要だったと思うよ。それだけ相手の人の思いも強かったんじゃないかな。元に戻りたいって。元にか。あ、どうする？ずっとここにいるのもなんだし、どこかで一杯おごろうか。いや、せっかくだが片付けなきゃなんねえことがある。そろそろ戻るぜ。悪いな、話聞いてもらってよ。今度こそ大丈夫だ。そっか、じゃあまた今度ね。うまくいくといいね。嬢ちゃんの方もな。あ、うん、ごめんね。ごめんねか、なんか引っかかるな。ノーラっつったか、つけてきちゃいねえようだが。ずいぶん早く戻ってきたな。あの男の素性は聞き出せなかったよ。尾行も無理、弱ってるように見えてすごく警戒してたから。ただ多分アポロニアさんの家族、お父さんだと思う。ほう。根拠はないよ、そう思っただけ。父親か。だとすれば使えるな。ねえ父さん、本当にやるの？そうか、なるほど。いいぞ、これで材料が揃ったか。
ここは。子供の頃の習慣は抜けないものだな。海の神様、どうかお願いです。私の誕生日を祝う。うん、パーティー。団長さんたちも呼んで、みんなでお祝いしたい。それでね、オイゲンさんも招待していいかな？なぜだ？昔から気になってたんだ、アポロとお父さんのこと。お父さんの話になるとアポロはいつも怖い顔で。でもね、そんなアポロの様子が私には寂しそうにも見えたの。アルキス、今ちゃんと話してみれば何か変わるかも。時間が経ったからこそお互いに向き合って分かり合えることもきっと。せっかくの誕生日だもの。アポロが望んでいることがあるなら、私たちもお手伝いしたいな。二人でアポロを応援する。大丈夫、きっとうまくいく。結局どうしたかったのだ、私は。よう、来たか。なぜここに？お別れの挨拶をしに来たんだ。もうその方が楽だろう、お互いに。何？会うたび怒らせてばっかだしな、疲れちまわないか。一度は切れた縁だ。もう父さんを困らせないでくれ。何者だ、貴様。何言って、ああそうか、もう他人ってことか。それじゃこれで。あの男が私の前で己を父と言ったことはない。私がそれを許すはずもないからな。おやおやおや、バレちまったか。だが親子で間違いはなさそうだな。遺言は済んだか。俺が代わりに父親をやってあげよう。楽しい思い出に戻るんだ、縁を切る前にね。お近づきの印にプレゼントだ。魔女、目くらましのつもりか。小賢しい。何か聞こえたのか？今の声は。
何を聞いた海から聞こえてきたか。随分な狼狽ぶりだ。虚脱の術など。おっと、仮にもあの黒騎士だ。こんな術では足止めにもならんな。だが耳を澄ませてみろ。もう一度海から何か聞こえてくるかもしれんぞ。痛みで正気を取り戻そうと。さすがの胆力だと称えたいところだが、もう手遅れだ。指にも力が入るまい。この女、やはり海とつながっていたな。そしてこの女こそ求めた鍵。あとは扉を開けるだけだ。喜べノーラ、もうすぐエレーナに会えるぞ。うん、そうだね。どうすりゃいいのやら。このままじゃよくねえのは重々分かってんだが。なんだ今な、大砲とかじゃなさそうだが。昔と今と俺は変わんねえか。そう思うだろう。ふう、次はチャンバーの確認を。お父さん、お母さんがね、ご飯できたよって。おう、呼びに来てくれたのか。もう少しで終わるからすぐ行くって伝えてくれるか。お、お父さんまた銃をいじってたんだ。ああ、まあな。こまめに点検しねえとすぐへそ曲げちまうんだよ。いざって時に弾が出なかったりしたらシャレにならねえからな。いざって時って何？魔物が出たり賊が出たりな。仲間が危ねえ時もあるんだ。
お父さんも危ない？まあ俺は多少危なくても逃げ切れる方だ。心配すんな。私にも教えて、銃の使い方。やめとけやめとけ。こいつ反動がでかいからよ。お前が撃ったらひっくり返るぜ。アポロは気にしなくていいんだ。銃なんてな、子供が持つもんでもねえしな。そんなに不安そうな顔すんなって。俺は山ほど修羅場をくぐり抜けてきてるからな、そう簡単にくたばりゃしねえよ。あの日からだったか、アポロが毎日海に出かけるようになって、気流が狂っていきなり大嵐が来た日も。行方不明になって数日経ってから浜辺に打ち上げられて、あれはまさに奇跡だった。海が、リヴァイアさんがアポロを助けてくれたんだ。だがアポロは一体なんで海に通ってたのか。アポロが落ちたっていう崖はちょうどこの辺りだったか。散歩するには気持ちいい場所だ。気に入ってたんだろうな、アポロのやつ。待てよ、何かがおかしい。ここら辺には確か、そう、祠だ。古い祠が立ってたはずだが、場所に間違いはねえ。なんだ、嫌な予感がするぜ。気なくせえな。見えてるはずの門を何かに塗りつぶされてるような。あるとすりゃ人払いの結界。昔気空団の仲間とあれを攻略した時は確か。さあ、我が声に応え、力を与えよ、リヴァイアさん。アポロ、これは一体。おじさん、どうやって入ってきたの？広場で会ったジョーちゃん、なんなんだよおい、どうなってやがんだ。くそ、アポロを放しやがれ。そうはいかない。魔性の接続は良好。
リヴァイアさんの力と同期できている。さすがは海とつながるもの、怪人に選ばれたこの力だな。オイゲン、お前には感謝しているよ。お前の存在がアポロニアと海をつなげたのだからね。理屈なんざどうでもいい。リヴァイアさんに化けて何をやらかす気だ。私の最愛の妻エレーナがこの怪人の中にいる。なんだと？おとぎ話の教訓さ。アウギュステの民は海から生まれて海に帰る。10年前、私が海で弔ったエレーナの魂はリヴァイアさんの中に帰り、そこに保存されているのだ。エレーナと再会し、失った日々を取り戻す。それが私の望みだよ。てめえ正気か？そのために自分の体まで捨て去って。最愛のものを失ったあの日から正気など捨て去った。お前も理解できるのではないか。知らぬふりなどせずともいい。お前のことはこの海が覚えている。似た者同士のよしみだ。お前の態度によってはお前の妻の魂も探してやってもいいぞ。さあどうする？てめえの気持ちは確かに痛いほどわかるさ。目の前の現実から逃げ出して最後の希望にすがりたくなるのもな。だがなアポロを天秤にかけられちゃ黙ってらんねえ。そうか、残念だよ。一つ教えてやろう。私は正しく現実を、妻の死を受け入れている。その現実を受け入れた上で過去の幸福を取り戻すと決めたのだ。娘からも逃げ続け、のんきに放浪していたゲスめ。今日はついに娘に見限られて街中でほうけていたそうだな。それが私に説教を垂れるとは。フッ、笑わせてくれる。ではごきげんよう。
宿題はきっちり終わらせねえとな。素晴らしい。海から生まれて海に帰る。やはりおとぎ話などではなかった。母さんは本当に怪人の中にいるの？もちろんだ。リヴァイアさんの力を取り込んだ今、内なる魂の存在を感じられる。あとはリヴァイアさんの内面からエレーナの魂を探し出し、私の精神とつなぎ合わせればいい。父さんの精神と？心配するな、ノーラ。また昔のように家族三人で過ごせるからな。ここ海の神様、私のお話聞いてもらえますか？という時のために銃の手入れは欠かせないって。銃の手入れがってこと？あ、お父さんまた銃をいじってたんだ。ああ、まあな、こまめに点検しねえとすぐへそ曲げちまうんだよ。時のことか。俺があの話をした日、確かにアポロは出かけていった。この祠に来てたのか。お父さんはあの銃を持って命がけで戦ってるんですよね。町のみんなを、私を守るために。でも
です。私のことはお父さんが守ってくれる。だけどお父さんのことは、私だってお父さんが怪我しちゃうのは嫌なのに。私の力じゃお父さんを助けられません。だから海の神様、どうかお父さんのことを守ってください。これから毎日ここに来ます。たくさんお祈りします。いい子で頑張りますから。どうかお父さんが怪我しないで無事に帰ってきますように。おお、バカ野郎だ。俺はなんで今まで気づかなかったんだ。あの大嵐の日もだ。俺は何も知らねえで何を守った気になってたんだ。己の身すら守れず無様に沈んで、とんだ笑い草だな。目端の利くような顔で全てを見通した気になって、見えぬものからは目を背けて。私が祠の前で祈っていたことなどほんの一部に過ぎない。病床の母と二人、帰りを待ちわびた日々も、
衰弱していく母の姿にどれほど恐怖したのか。血のつながった男を憎みきれず苦しんでいたことも、全部何もかも貴様は知ろうともしなかった。貴様の知らぬ願いがいくつもあった。私はずっと信じていた。それもただ時が流れただけで全て裏切られた。残ったのは腐り果てた願いだけだ。ようやく憎むことができた。それなのに朽ちたはずの願いが、かつて貴様に抱いた情が、今度は許したいと。どうしようというのだ。貴様がいる限り私は見えないことをなかったことに。はあ、そうだな。結局上っ面ばっかで、アポロがどんな気持ちで俺に声かけたのかさえ。何が違うってんだ。俺にはあの男を止める権利もなけりゃ、アポロに会う資格もねえ。これでもう憎んだり許したり、そんな必要もなくなるな。アポロとちゃんと親子で話して仲直りすること、これが宿題。この宿題を終わらせないで私のところに来たりしたら、踏んじばってでも送り返しちゃうから。そうか、ここで沈んだって何かしたことにはならねえもんな。怒られちまう。裏切って死に際でまたか。
なく無事に帰ってきますように。海の神様、どうかお守りください。私のお父さんをずっと待っています。アポロ、願いの果てが魚の餌じゃ、そりゃあんまりだな。あともう少しだけ待っててくれ、アポロ。なぜリヴァイアさんの内面に干渉できない。扉は開いている。リヴァイアさんとは確かにつながっているのに、まさかリヴァイアさんの内面は自身でも介入できない領域なのか。もうやめようよ、こんなことを続けても。いや、まだだ、まだ策はある。まあ、それも猛度を上げる。リヴァイアさんを狂気に落とし、未知の領域を引きずり出せば。そんな、これ以上負荷がかかったらアポロさんの体は。もはや他に手段はない。すぐに魔法陣を書き換えて。おっと、これ以上ややこしいのはごめん、コウモリデーモンだな。チッ、しつこい男だ。やった。刺さるか。やっぱりな、そいつを壊されたかねえか。撃っていい的が増えるってんなら戦いようあるぜ。てめえには感謝してるぜ。吹っ飛ばされたおかげで目覚めたからな。何？俺が何のためにこんなでけえ銃を背負ってるかってことだ。待たせたな、アポロ。なあおっさん、悪いが終わりにさせてもらうぜ。ジョーちゃんもそれで構わねえな。もう手遅れなんだよ、お前は。お互い様だ、クソったれ。近か町か、至近距離からの一撃にかける気か。アポロ、聞いてくれ。
おめえにずっと寂しい思いをさせちまってた。本当にすまねえ。こんな言葉で済ます気はねえが、心から謝らせてくれ。一体何を。俺は怖かったんだ。今のおめえと向き合うことが見えねえからって、おめえが言えなかった本音を知ろうともしなかった。だが俺はもう逃げねえぞ。今のおめえともう一度話がしてえんだ。何もかんも手遅れだろうよ。だが逃げるわけにもいかねえんだ。俺は天地がひっくり返ったっておめえの父親だ。な、ふん、残念だが魔法陣そのものもリヴァイアさんと接続しているんだ。終わりだ。まずい、銃が。手遅れか、お互い様か。ああ醜いな私たちは。だがそれで構わない。あの日々が取り戻せるならば。ふざけるな。言うだけ言って勝手に行くつもりか。こんなところで死ぬな。なんだその銃は。一体どこから。さあどこからだろうな。この銃からおめえの声が。だから海の神様、どうかお父さんのことを守ってください。こんなところで死ぬな。アポロ、おめえが力を貸してくれたんだな。邪魔をするな。
大丈夫か、アポロ。今手貸して。油断するな。まだあの男は戦意を失ってはいない。すまねえ。カッコつかねえな、まったく。この銃を握ってると力が湧いてな。おめえの足手まといにはならなくて済みそうだぜ。口では何とでも言える。老いぼれの戦力に期待などしていない。たく、手厳しいな。本当にたくましくなったもんだ。まだだ。諦めるわけにはいかない。来たぜ、構えろ。誰に言っている。帰り討ちにしてやるよ。フルファイヤー、カッコつけさせてもらうぜ。かかってくるがいい。援護は任せろ。ド派手に行くぜ。ディーバンデカノーネ。よかろう、すべて蹴散らす。ド派手に行くぜ、ディーバンデカノーネ。行くぞ。ド派手に行くぜ、ディーバンデカノーネ。次の獲物はドイツだ。いっちょ上がりっとい。おっと、AK4A、 海に帰っていったか。そんな名前だったのか、あの銃は。海に届いたのは過去の祈りか、それとも。ふう、なんとか片付いたな。今度ちゃんと話をさせてくれ。修復するためじゃねえ、もう一度気づいていくためにな。その、受けてもらえるか。この頃は多忙を極める。長時間の対談を希望するならば。そうだな、誕生日の宴の日などはまとまった時間が取れそうだ。となりゃ当日が今から楽しみだな。
現場の事故処理は私が行う。貴様はあの親子の方を頼む。今のは改めてパーティーに招待されたってことだよな。ああいうところは俺に似ちまったのかもな。ここは。よかった、気がついたんだね。おう、邪魔してるぜ。お前は。おめえあの後3日も眠りこけてたんだぜ。疲労が溜まってたんだとよ。そうか、私は失敗したのか。次はアプローチを変えねば。リヴァイアさんではなく海そのものに対象を変えるか。おめえまだやるつもりなのか。当然だ。私にとってはエレーナがいてノーラがいて、その幸福が全てなんだ。エレーナが海にいるなら何度でも迎えに行く。どんな手段を使ってでも。父さん。確かに奥さんは海で待ってくれてるんだろうな。おめえが海に来るまでよ。だが目の前で待ってるやつもいるんじゃねえのか。あら、偉そうなこと言えるような立場じゃねえが、ノーラの話も聞いてみたらどうだ。今までごめんなさい。ノーラ、なぜ謝る。本当は父さんの計画を止めなきゃってずっと思ってたんだ。だけど怖かった。父さんまで私の前からいなくなったらどうしようって。でももう逃げない。これからは一緒に前を向いて生きていきたいんだ。ノーラ。エレーナは許してくれるだろうか。私が前に進むことを。海から私たちを見守ってくれる。誕生日おめでとう、アポロ。俺からのプレゼントはこいつだ。ほう、これは。何何、何だったの。気になる。武器や防具の手入れ道具一式だ。
騎士にとっちゃ必需品かつ実用的な消耗品でもある。砥石は100年持つと噂される貴重品、マグは剣を若返らせると伝わる一品、油も希少な魔物から取れる上物か。これほどの品が揃うとなかなか壮観だな。おう、長えこと世話になってる職人連中にちょいと融通してもらってな。本でも送られるかと思っていたが、今のおめにゃこっちの方が入りようだろう。この前例の親子が俺んとこに来たんだ。先日の件を詫びさせてくれってよ。私のところにも来たな。多少のトラブルなど日常茶飯事、気に留めていないと伝えたが。おめえもそうか。まあ妙なことは考えず真っ当に暮らしてるみたいだしな。何でも二人で魔道具の店を開こうって準備してるみたいだぜ。魔法の才能はあるようだからな。何をジロジロと見ている？ああ、いや、アポロも酒が飲める年になってたんだよなって。くだらん。それより話があるのではなかったのか？ちょいと緊張しまってな。あまりに遅すぎたが、ちゃんと言わせてくれ。本当にすまなかった。俺の身勝手な行動でアポロを何度も傷つけちまった。アポロだけじゃなく、アルテミシアにも寂しい思いをさせた。本当に申し訳なく思ってる。もういいと言いたいところだがな、正直に言えば貴様の全てを許すことなど到底できそうもない。だが大切なもののために戦い、そして失った時の絶望、それは理解できるようになった。私はオルキスのため、貴様は母のため。認めたくはないが似ているのかもしれない。これを貴様にやる。こいつは。AK4A。 海に帰ったんじゃねえのか。違和感を覚えなかったのか。なぜ私が銃の名を知っているのか。この銃はもともと私が職人に設計を頼んでいたものだ。オイゲン、貴様に合う特注品として。以前アガスティアで貴様が言った言葉を覚えているか。別に俺を信じろとは言わねえさ。だがな、おめえが信じてくれるまで俺は待ち続けるぜ。
全て棚にあげておいてふざけるなと思ったよ。だが同時に想像してしまった。いつか貴様を信じていいと思える日が来るのかもしれないと。その日が来た時のために手土産ぐらいは用意すべきだと思ってな。先日のアウギステでは海が私の記憶と意志を汲み取ってかこの銃の姿になったようだ。いつまでほうけている？なんとか言ったらどうだ？それとも昔のように銃は子供が持つものではないとでも言い出すつもりか？そんなことはしねえよ。ただ驚いちまってな。ありがとな、アポロ。性能は保証する。手入れを怠るなよ。ああ。そうか。アポロが銃をな。この俺に。こんな日が来るとはな。おい、こんなところでメソメソ泣くな。みっともない。すまない、めでてえ日だってのにな。年取っちまうと涙もろくなっていけねえ。ハンカチだ、使え。夜年波には勝てねえなんて言うがな、波ってのは乗りこなしてくもんだろう。まだまだ若い奴らに負けるつもりはねえぜ。